考えたのは、待って、いいこと考えたわ。これで俺歌詞覚えてるから、歌詞で覚えて、待ってね、歌います。あったあったあった、いきます。いいっすか、歌っていきます。パヤパパパパヤ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 ブレレアララララ片ブリンコ、はいはい、パヤパヤパパヤ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 アラブラカブリリンコ、いきます、歌います。ちょいとヘンテコだよ呪文さ、君に教えてあげるよ、早口言葉ではないのさ、あらら片村つるりんこ、ふとした弾みで喧嘩しちゃったけれど、ごめんね言えずに一人走る帰り道、不思議なことばかりあるのさ、ネスコ土の子謎のバカ、だからヘンテコでもいいのさ、あらら片村つるりんこ、あおって悩んで涙溢れ出しても、明日をお日様もと輝いているよ、何かでつまずいたり立ち直れなかったり、いろんなことがある人生だから、こんな感じ、うん、よし、こっからまだ長いわ、うん、よし、こんな感じ長い、次次でパヤパパやね、こんな感じで、うん、こんな感じで、うん、こんな感じ、うん、よし、だいたい歌詞が覚えれば、歌詞を覚えればだいたいわかるからね。はあ、うん。じゃ、次、待って。待って、待って、ミスズの、待って、ミスズのトラックさ、ちょっと待って。ちょっと歌詞出てくるかな。よし。よーし、じゃあ歌うぞ、気合いったー、よし。こんばんは。はい。こんばんは。こんばんは。うん。なんか向こうの方歩いてたりしてた？あ、歩いてますよ。うん。はい。人に声かけたりしてない？いや、かけてないですね。かけてたりしてない？はい。うん、それはしてないです。うん。ちょっと変わった人いるっちゅう。あ、すいません。来てんだわ。あ、すいません。どうしたの？これ、リスナー、これ、あれっすね。来てみた感じですね。え？これ、はい。来てみて、店に来た感じですね。ん？店に来たの？はい。そこの？はい、そうっす。それだけ？はい、それだけっす。お家はどこなの？ここ、お家近いっす。近いの？はい。今日だけ？そんな。今日だけっすよ、はい。変なものではないんで、まあ、何今なんかネットかなんか話してるの、まあ、そうっすね、はい、お名前わからないか、あ、お名前ですか、いいっすよ、全然保険証見せます、うん、保険証して、はい、保険証見せますね、よくそういうことはするの、あ、いや、よくする、いや、たまにっすよ、なんか、はい、でも決して変なものではないんで、いいっすよ、全然保険証、確認して、保険証あるんで、なんかある、免許証とか、あ、保険証あります、はい、じゃちょっと一緒に確認、あ、いいっすよ、全然、どこに入ってるかな、あ、待って、はい、こっちでも、はい、こっちとこっち、そっちは 何が違う、何の身分証明書、何の身分証明書、いや、これ一応写真の方ができる、お名前とか言わないけど、はい、配信中なら私たちに見せるだけで、あ、じゃあお名前言わないでください、うん、お名前言わないよ、はい、はい、うん、お名前とかそれ、はい、この音声に入るようにはあなたのお名前は言いませんよ、はい、お願いします、いいよ、はい、お願いします、これお財布返すよ、はい、この決して変なものではないんで、はい、配信しながら歩いてたの、あ、そうですね、はい、めんどくさ、これなんていうやつ、ここニコ生すね、ニコニコ、はい、ニコ生す、これなんか流しながらやる、いや、そうっすね、はい、肉の間でなんかやってる感じです、帰れますね、近藤正隆、あ、そうです、はい、はい、そしたらお願いします、ね、はい、わかりました、はい、寒くない、大丈夫、いや、寒いっすよ、寒い、ちょっと舐めてましたねはい、ちょっと寒いっす、はい、暖かかったけど、はい、はいはい、そうですね、はい、
だから気をつけます。なんか変な風に思われたんですか、なんか通報来たんですか、うん、あ、マジですか、うん、え、なんかその歩いてるみたいな、うん、マジですか、なんか俺となんかそのリスナーのラジコンになってあげただけなんですけど、リスナーのラジコンになってあげて来ただけなんですけどね、多分その変な人がいたんですね。お兄さんの中では、はい、あー、はい、うん、あー、気をつけます。そしたら、はい、まあ、そうですね、そういうことは気をつけます。俺もちょっと動画過ぎたんで、でも決して人とか映してないんで安心させて。それは何のキャラ、はい、何のキャラこれですか。これジバリなんですね。ジバリ、はい、いくらするの、これですか、これもらい物です。はい、値段分かんない、分かんないですね。いっぱいあるね、そういう服持ってる。いや、いっぱいではない、一着だけですよ。一着だけ、はい、で、やるときもそれだけ、はい、いや、やるときはあれですよ、普通の格好っすはい、普通の格好ですけど、今日はラジコンになってあげて、はい、だったんで、はい、住所どっちだった。住所はあの、あ、こ、あそこっす、中国です。はい、流れちゃう。あ、いいですよ、それはもうバレてるんで、もう普通に公開してるんですが。大丈夫、はい、大丈夫です。変な人来たりしない。いや、大丈夫です。大丈夫、いや、そういう勇気ないんで、リスナーは。そうなの、はい、それ変なことしてこないです。犯罪だって分かってるんで、そうです。警察落ちとか言われてるんですけど、なんかいや別に俺が呼んだわけじゃねえよ、うん、コメントが来てんのか、リアルタイム、はい、誰だよ、警察呼んだの俺じゃねえよ、呼んだの。呼ばねえよ、わざわざ、うん。誰だ呼んだの、うん、近所、いや、わかんないよ、それは、うん、これだ、いいんだけどさ、別にもう、毎回、いや、こんな格好だから通報されたわけでしょ、今回は。うん。これ帰れないんですか、もう、今。もうちょっと待って。マジっすか。どんくらい待てばいいんですか。そんな10分、20分っていう話じゃないし。いやー、帰りたいっすよ。職質ではないよ、うん、このコメント見せてあげたいわ、警察に、うん、いろんな人から行く、はい、見せても、はい、そういうのがやっぱ、まあそうですね、楽しいです、はい、この後はまっすぐ買い物。そうです、この後まっすぐ、そうです、買い物、なんか恵方巻き売ってるかなと思って、それ買いに行くみたいな配信したんで、それで帰ろうとしたんですよ。はい、会いました。はい、ありましたね。昨日本当は買う予定だったんですけど、寝てしまったんで、代わり今日売ってるかなと思ったら奇跡が起きたんで、売ってたんで、はい、それで買って帰ろうかなと思ったんで、はい、はい、そうですね。上のことだけ、いや、あって普通に、うん、いや、マジ投げんだけど、はい、借りてよ、どんだけ投げんだよ、マジで寒いんだけど、めっちゃ、このくだりあったら帰らしてくんないんだって、だから、うん、帰らしてくんないんだって、うん、帰りたいもんだって、早く、そうしましたら、はい、確認できましたんで、あ、わかりました、気をつけて帰ってください。え、なんか何言われたんですか、はい、
確認って何の確認したんですか。お兄さん。